それではただいまチームの記者会見を始めさせていただきます。最初にチームをお願いします。まず府内での、豚コレラの状況についてです。これ正式にはトンコレラというらしいです。府内の豚農場1区において、トンコレラが、遺伝子検査で陽性が確認をされました。農林水産省と協議を行い、全頭殺処分ということに、いたします。府といたしましては、本日、大阪府家畜伝染病対策本部を立ち上げ、本会議を12時30分から開催をしました。第一報の報告を受け、私からは早急に感染拡大を防止するように指示をしていきます。このトンコレラは豚イノシシの病気であり、人に感染することはありません。また豚肉の摂取によりトンコレラが人に感染することは世界的に報告をされておりません。まあ、そもそも現在市場に流通している豚肉および豚肉関連加工品については出荷時に検査をしておりますので、安全性は確保されていますので、ご心配はいりません。まあ、府民の皆さんには冷静な対応をお願いをします。全く今流通しているものも大丈夫だし、このトンコレラは人に感染するものではないということです。次に G20 大阪サミットについてです。安全安心な会議環境を確保する観点から府民の皆さんへお願いがあります。先島庁舎は G20 サミットの開催会場であります。インテックス大阪から近接しており、数週間前から警戒警備などが始まり、開催日の28日29日およびその前後を含む4日間は大規模な交通規制が想定をされます。このため先島庁舎への出入りに長時間要したり、あるいは困難となることが予想をされます。先島庁舎では建設業の許可申請と窓口を設けていますが、府民事業者の皆さんには6月27日と6月の28日は外していただき、できるだけ余裕を持って申請いただきますようにご協力をお願いします。なお交通規制等については今後詳細な内容が分かれば早期にお伝えをします。また府立学校につきましては、 G20 大阪サミット開催のため大規模な交通規制が実施をされ、公共交通機関のや規制のかからない一般道における混雑も懸念をされます。続いては子どもたちの通学上の安全確保の観点から、6月の27日と28日この両日について、すべての府立学校の休校を知事として府教育委員会に要請をいたします。僕からは以上です。それではご質問を最初に会社の NHK さんからお願いします。会社 NHK の方です。まず東京や大阪府内に発生したことを受けまして、まあ、全頭処分するということですけれども、まあ、大阪府としてですね、今後ですね、その感染の防止等を含めどのように対応してどうするんでしょうか。まずこのトンコレラの発生状況については、これは愛知県の豊田市の豚農場でトンコレラが発生をし、その発生農場から先月18日に府内の豚農場1個に豚80頭が出荷をされていました。昨晩その農場に立ち入り検査を実施し、その80頭について遺伝子検査を実施、結果複数頭の豚からこの陽性を確認をいたしました。陽性の見解について本日国の検査機関に送付し、詳細な潜伏検査の実施を予定しております。結果については数日後に出るということです。なお農場、現在その農場においては全ての、豚ですね、全ての、飼育豚の移動出荷について自粛をしておられます。当該農場において今後、飼育豚全頭の殺処分を
行う予定です。合わせてこの畜舎の、消毒も実施をし、他の農場には、このブトコレラの発生、が広がらないように、防止を、しています。今回のこのトンコレラの原因としては野生動物から感染したのではないかということも、こう原因のそういう原因の可能性も指摘をされておりますので、他の豚農場の皆さんには野生動物の侵入防止と消毒、これを徹底的に今指導をさせていただいています。それでは次のご質問を。先ほど都市のです。トンコレラの全頭処分なんですけれども、その場所が見つかり次第今日中にということなんですけれども、場所の調整と今後、どういうスケジュール感で対応するかというか、スケジュール感というか、今国とね、いろいろ調整をしております。この全頭処分を、要は殺処分してそのまま放っとくわけでは、これいきませんから、殺処分した後、どういう、処理方法をするかを、今国と協議中です。他でこういう、畜産動物の疫病が出た場合は、これまで、この法律によって、焼却にするのか埋めるのかということがあります。で大阪府の場合はちょっと埋めるといってもこの場所的に非常に難しいところがあるから、焼却という形になるんでしょうが、これは焼却になるとこれは産業廃棄物という扱いになってきますので、焼却方法も、限られてくるということです。今その打ち合わせを国と協議中で、これをまとまれば早急に実施をしたいと思っています。またすべて、もちろん安全に、この処理を、行ってまいりますが、混乱を避けるために詳細でどこの場所でこれやるとかいうことはちょっとこの今後も控えさせていただきたいと思います。一部、情報でですね、今回その検査をせずに出荷していたんじゃないかという、話もあるんですが、そういう情報は入っているんでしょうか。それは愛知側から、ここはそういう情報は入っておりません。愛知県側でトンコレラの、発生が認められたことを、国がその情報をキャッチをして、国から我々側にトンコレラ、愛知のトンコレラが発生した農場から、大阪の、農場に出荷されていると直ちに調査するようにという、一報がありました。その一報を受けて我々は直ちに調査をした結果、数頭から、トンコレラの陽性反応が出たということです。岐阜で発生したトンコレラが5府県に拡大したんですけれども、その点の拡大を防げなかったのかという視点についてはどうでしょうか。これはこのトンコレラの拡大の原因がね、これまだはっきりしたわけではありませんが、そういう専門家の皆さん、大阪府の住民の皆さんからそういう人たちに一度原因についての可能性を聞いたところは、やっぱり野生動物が豚農場 A という豚農場から B という豚農場に移動している可能性ある、ということですから、この今、大阪の農場で、このトンコレラが発生したということで、その環境が違いますから、岐阜、愛知と、大阪の、豚農場の人たちのそれぞれの、飼育豚に豚トンコレラが
感染拡大をするという可能性は低いとこう考えております。それでは次の質問をお願いします。ABC の田中です、うん。ふるさと納税の関係なんですけれども、うん、大阪府の泉佐野市が、うん、閉店セールと一緒しまして、うん、100億円分のアマゾンギフト券を返礼品に足して3月末まで提供するというふうに発表をしました、うん。知事はどういうふうに見られてますでしょうか。いや、塩松市長も腹決めて、やってるなと思いますね。これは今の時点では合法ですから、千代松市長の立場としたら、それは泉佐野市長、いかに、泉佐野市も非常に財政厳しい状況で、今、ここ数年ね、やりくりしながら、千代松市長が立て直してきてるわけだから、うん、彼はもう給料自分の僕以上にカットしながらね、まあ、泉佐野市長として、ありとあらゆる手段を尽くして、国と、まあ、対峙してでも泉佐野を、まあ、要は泉佐野の市民のために財源確保しようというね、すごい、まあ、相当の覚悟を持った対応だと思ってます。年末には静岡県の自治体もですね、動画のことをギフト券を提供するということをしてまして、で総務省はその時にも常識ある行動とは思えないというようなコメントを出していたりですとか、うん、まあ、来年、6月の法改正も検討しているような中で、こういう、まあ、なかなか先頭に立って敵対するというようなふうにも見えるんですけれども、うん、その姿勢は合法である限り知事としてはまあ、応援したいというような、うん、それは市長ですから、うん、それはね、僕も、その大阪府でね、ふるさと納税もっと活用せという声も議会からあったことあるけど、ね、それはなぜやらないかというと、基本的に、まずふるさとという位置づけは、僕はまあ市長そのためなんじゃないかなと思ってることと、その本気で大阪府が取り入れると、全国、まあ、これ、そこに対峙できるのはもう東京ぐらいになってるんでね、本当の意味で、そのふるさとで、そのなかなか、お金が回っていくのを、まあ、阻害するということもあるから、やりませんけど、やっぱり市長、村長であれば、いかに自分のこう市民のために、お金を全国から集めようという、そのこう要は努力は、これはまあ役割、それぞれ役割違う中で、頑張ってるなという評価をします。ありがとうございます。すみません、自立新です。先ほどの関連なんですけれども、泉佐野 そのふるさと納税について、うん、総務省とはふるさと納税の趣旨に関するという形で見解を出しているんですけれども、うん、府としては問題ないというお考えなんでしょうか。それは合法でしょということです。行政組織、国と地方のそれぞれ行政の組織同士なんで、その組織同士で、要は、なんていうかな、明確に違法でないわけですから、うん、まあ、ちょっとこう、ふさわしくないとか、ふさわしいとかね、それは、こう、じゃあ、ふさわしくないんやったら、ルールをきちっと、ルール作りをする権限は総務省にあるわけだから、ルールを作ればいいだけで。今ルール範囲の中で各市町村長が知恵を振り絞ってるんだから、うん、ふさわしくないなら、またルールをきちっと作り直されればどうですか、こういう話だと思います。それでは次のご質問。NHK の発表本というものですけれども、うん、G20 の、地域学校の休校の件ですが、うん、なぜこう、地域全域の
大規模な交通、規制は、大阪市内、これはもう至る所、要は海外の首脳が泊まられるホテル周辺とか、要はベイエリア、だけではありません、大規模な交通規制というのは。というわけで今、市内に自動車で流入規制、流入については、50% を目標に、府民の皆さんに、府民の皆さん、そして、企業の皆さんにも強制ではありませんが、お願いをしております。ということは、その分、まあ、移動には公共交通機関を、が混雑する恐れがあると、いうことで、そういう、朝夕の、出勤帰宅時、そういう時間帯の混雑を減らすために、その府立の、学校の皆さんについては、そういう、こう朝夕ラッシュ時にの、あまりにもこう混雑することを緩和するために、府立の学校 に通学する、学校を休校して通学することのないようにというのが一つの考え、それからもう一つ大阪府の場合は支援学校があります。支援学校でバスで、通学をしている、彼らはやはりそれなりのそれぞれ障害を持っているわけで、あまりにも交通渋滞に巻き込まれて長時間の、移動ということになると本当に支援学校の生徒の健康を健康状態、こういうものが心配になってきますので、支援学校についてもそういう交通渋滞が、懸念される、そういう6月の27、28については、28、29については、27、28については、支援学校も休校としたいという。教育委員会の通知はもう出された教育長には伝えてます。別件なんですけれども、うん、法定協議会に関連してですけれども、うん、この法定協議会の、うん、代表者会議を行いまして、うん、法定協議会が正常化するような方向に動き始めたように見えますけれども、うん、次はですね、法定協議会の正常化に対してどのように期待されていますでしょうか。いや、それは僕はもう何度も言ってるんですけど、法定協議の入り口で動議出されて中身の議論ができないときに、皆さん政治家として職務職責放棄ですよと、要は府民の負託を受けて議論するために出てこられてるんだから、法定協議会で要は開催の要件は整ってるんだから中身の議論しましょうよ。これもな、この間の2回、冒頭で、協議会 の, 妨害がありましたけど、ずっとそれは言い続けてきました、だからそれはなぜ妨害されてたのかというと、自民共産公明で要は多数を持ってまず道義のことで、その道義の取り扱いについて、全くこう協議会が進まないという状況があったから中身の議論できなかったわけです。今回今井会長がね、やはり中身の議論をするために、これは我々もこれをずっと主張してたわけです、ね、中身の議論をするために、まあ自らの運営についての足らずを、反省をし、まともな議論をしようという、提案をしたところ、公明党さんが、まあ、どうも、まず8日の法定協議会は、じゃあ前回の積み残した、事務方協議はまだありだな、どうかまだそこまではっきりされてないかもしれないけども、なんとなく、事務方の協議ができそうな状況ですから、だから要は、道義妨害、連合は崩れたんではないかな、それを期待してます。
読売テレビの渕上です。倉庫レアの関連なんですが、殺処分されるということなんですけど、その際にその農場への補償とか、はい、あたりは担っていますか。これは国と、我々、大阪府で一緒になって補償はいたします。自分方から補償の細かい内容をちょっと説明します。農林水産省と協議いたしまして、家畜伝染病予防法に基づいて、非課税手当が出るということになりますので、殺処分する前に家畜の評価をして、その感染者金額の何分の何かという形で、法に決まった形で手当金を交付するというような手続きになると思います。殺処分されるというのはいつ決められたのか私なんですか。これはもう法律で殺処分をするということになっておりますから、いつの状況かちょっと説明します。はい、殺処分につきましては、筆でですね、検査結果が要請になりまして、農水省と共有しているということでございますが、先ほどですね、殺処分しなさいよという形で農水省からそれがあったということは聞いております。私も確認です。はい、次は次のご質問を受けます。朝日新聞の島木です。またご指摘すみません。先月発表いただいた受動喫煙防止の関連の対策なんですけれども、2月の議会で条例案を出したいというふうな方針だったと思うんですが、あさってまで公明をやって、その内容次第では2月議会に出さずに先に伸ばすことなのか、それとも国の皆さんに早くお知らせするためにも2月議会でも出すということはもうお決まりなのかと思います。もう国の皆さんに早くお知らせするために2月議会で提案をしたいと思っています。内容については一応やっぱりこのコメの内容を見てそこら辺の一部を反映するということも考えているんでしょうか。もちろんそのために発行名をやっているわけですから、ね、ただ総体的にはね、受動喫煙防止ということに対して、そのこと自体を反対されるという意見は多分ないと思います。日経新聞の堀口です。法定上の関係なんですが、今回宮会長の方でですね、事務方の質疑に限るという公明の要望は臨時の要望した形になっているんですけれども、夜間維新が譲歩したからという感じに受けられるんですが、この判断は多分なぜですね。中身の議論をしたいからです。あの状況じゃ入り口で法的委員会が妨害されてるじゃない。この間6時間4時間と合わせて10時間の議論の時間が無駄にされたじゃない。中身の議論するのに今井会長としてはあの状態では、あの状態をなんとか脱却したいということなんじゃないですか。だからこれはまずは道義の妨害連合はこれはもうやらないというようなことになるんでしょうか。協議会で事務方協議が始まればね、そういう中で、要は議会の構成等々については事務方が決めているわけではありませんから、そういうのも、公明党さんの言う、要は丁寧、慎重で丁寧なという議論について別に我々も否定しているわけではありませんが、まずはもう公明党さんは事務方今日事務方質疑の質問通告というかね、質問の準備されてたわけですか。前回まずそれをやろうということだと思います。他にも経営審議です。法定業って今の仕事を重ねるようになるんですけども、次回8日、民間討議が協議になって順から質疑で、これは公明側に一定配慮したっていうこと
いや、もうとにかく今井会長は同時の法廷協議会の妨害をなんとかクリアしたかったんじゃないですか。10時間も無駄にしてますから。だからそもそも公明党さんの即時3回協議からスタートしたわけです。この10時間前回前々回の法廷協議会がもうめちゃめちゃな状況になったのね。そこをクリアして中身の議論に今井会長の役割というのは法廷協議会で法廷、協議書をまとめるために円滑に議論が できる、そういう、委員会を取り戻すのが今井会長の役割でしたから。だからまずはもう道義妨害騒動を何とか収めるという今井会長の努力なんじゃないかなと思います。もう一問なんですけれども、事務局質疑なんですけれども、公明側がですね、あとどれぐらい時間があるのかというのを明らかにしていないようで、まだなおこう不十分な点がいっぱいあるということを言ってるんですけれども、これ今公明側にどれぐらいまで付き合うのかという。いや、だから公明党さんが具体的にこれ何度も法制局で言ってるんじゃないですか。具体的にどのいう質問がね残ってるのか、これはっきりしていただかないと、無尽蔵に時間があるわけではありませんから。そもそも議員の任期というのもそうだし、そもそも我々のこの、今の時代の我々一人一人の人生の残された時間も無尽蔵にあるわけではないんでね。やっぱりこうまだまだ不十分と言われる側が、具体的にこういうものが不十分だと言ってもらえて、それで、そりゃそうだねということの多数が形成できれば、事務方協議が続くでしょうし、いや、その事務方協議するためにも委員会協議が、例えば議会 の議員の身分、尋ねについては、これ事務方にいくら聞いても分かりませんから、こういうこともやっぱりまさに、重要な中身だと思ってますから、こういうものも丁寧に議論していくには民間協議がこれは必要ですから、そういう形で、法廷協議会が、進められれば、その法廷協議書を取りまとめに、一歩ずつ少しずつでも近づけるんではないかなと思っています。最後一問なんですけども、取りまとめに向けて少しずつ進んでいこうなんですけども、3月中の取りまとめという考えにいらない。いや、それはまあ厳しい状況はそれ厳しい状況ですよ。だってもう何度も言うように2回、入り口で妨害されて、協議会がもう3回になったわけだから、でも何度も今の議員の任期で今井会長が言うようにね、今井会長もリセットされるわけだから、その任期内にまとめる、そこを努力するのは当然だと思っています。ただし厳しい状況にはなってきたなと、2月の議会も始まりますからね、だからそう思ってますよ。やっぱり前回前々回が一切入り口で何もできなかったというのは本当に僕は時間もったいないなと思います。何ご質問ないでしょうか。よろしいですか。それではこれで終わっていただきます。ありがとうございます。